30年ぶりの拉致被害者は中学生の弟だった。柊木さん、今日本で哲也君とあなた方両親を知らない人はいないでしょう。なんかお前も大変だな。まあ、今回の失踪事件、自作自演だという噂、本当ですか？全くもってデタラメだと断言いたします。平木さん、なんで止まらないんですか？私たちがニュースで何か言っても世間が冷たくなるばっかりだし、だからいろいろ試してみないとね。今俺を批判してる奴らに俺がボクシングをやっている理由なんて関係ないよ。弟のためにやるべきことがあるんじゃないかって考えてたところです。国民は怒りを政治家に向けるべきだ。哲也は私たちの道具ではありません。明日の試合忘れないで、絶対来て、3人で一緒に。